こんにちは、フースタの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというカルチャートークチャンネルでございます。今回はガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、ボリューム3ですね、見てまいりました。前半ネタバレなしで後半ネタバレありでやっていきたいなと思います。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー3作目で最後でありますという感じでございますね。僕も好きなねシリーズでございまして、今回ねロケットに、焦点が当てられるというね作品になってましたね。なんでこうロケット喋れるようになったんだ、人格を持ったんだっていうのが今回ね明かされていきますという感じでございますね。で全体的にねものすごく優しい作品だなと思いましたね、まあ、そこまでね踏み込むんだっていうか、そこまで助けに行くんだっていうね、ところがあってね、本当に優しい監督だなと思いました。ガーディアンズ2もね丁寧なねラストシーンの、話の流れというか弔い方になってて、そこも良かったし、っていうところがあってね、やっぱねジェームズ・ガンね根本的にねめちゃめちゃ優しい人だろうなと思いましたね。でねジェームズ・ガン色ね今作かなりあるなというところ、まあどういうところかっていうと、まあ、トロマ映画出身っていうところで、なんか敵のコロニーがねめちゃめちゃなんかなんかぐちゃっとした肉をぐちゃっと刺してギュッてこうつなぎ合わせましたみたいな形になってて、なんか絶妙に気持ち悪いでもちょっと可愛いみたいな、造形がね、今回もかなり多くて、そういうところね、まあ、ジェームズ・ガン見てるなーって感じがめちゃめちゃありましたね今回。あとねガーディアンズといえば音楽ですね。音楽今作もむちゃくちゃいいですね。既存曲の使い方、タイミングね、あと曲選ぶ曲ですね、もうどれとってもいいと、素晴らしい。しかも今作ね何がいいって、今までね70年代60年代ちょっと古いね、曲ばっかだったんですけど、今回ね僕ドンピシャ90年代オルタナの曲がね何曲があって、うーおーとむちゃくちゃぶち上がっちゃいましたね。オルタナ好きはねこれマジで見に行った方がいい作品でございます。はい、まあ、90年代オルタナをね扱ったキャプテンマーベルって作品もありましたけども、それに匹敵するぐらい、オルタナのド名曲がね流れますんで、これはねぜひ見てほしいですね。まあそういうねなんか面白いところもめちゃめちゃあるんですけども、気になったポイントはまあちょいちょいありましてね、まあそれはネタバレありの方で話していこうかなと思っております。今回もね新しいキャラクターちょいちょい出てきまして、まあコスモね、まあコスモ可愛いですね。てかまあ単純に僕犬好きってところもあって、まあ、コスモめちゃめちゃハマっちゃうキャラクターだなと思いました。いいキャラクターですね。皆さんのねガーディアンズの感想もコメントの方でお待ちしてます。じゃあここからはネタバレありでやっていきましょう。はい、まあ冒頭のマーベルロゴですね、もうここがねガーディアンズ仕様になっててね、ここまず上がっちゃいましてね、いつもだったらねいろいろアイアンマン、キャップとか出てきたりして、なんだろういろんなね作品がバーッと出てくるんですけど、今回はガーディアンズの作品のワンシーンのみを、ここ切り取っていったというところで、ここまず上がったポイントだなと思います。でもうね僕はねいきなりここ冒頭でねぶち上がっちゃったんですけど、クリープが流れるんですよ。はい、レディオヘッドのクリープの、まあ、アコースティックバージョンですね。これが良すぎというか、うわなんか今までにないスタートの仕方ですね。昔のね、なんかあんま掘り起こされてないような名曲か、まあもう同名曲、まあ同超有名な曲が流れるかっていうところだったんですけど、まあぶち上がるようなね曲が流れるイメージだったんですけど、今回めちゃめちゃしっとり始まりますね。なんかもう全然違うテイストで始まる。でしかもロケットばっかり映して始まるっていうところですね。めちゃめちゃこの今作の暗喩になってたオープニングかなと思います。あと僕は単純にねレディオヘッドのクリープがねめちゃめちゃ好きなんで、すごいぶち上がりましたね。いきなりもう歌い出す寸前でしたね。はい、っていう感じでした。コスモ出てくるんですけど、まあむっちゃ可愛いね、ま、お前はダメな犬だっつってずっと言われてね、めちゃめちゃ可愛い。そうだからねここの辺りが後半ね変わるじゃないですかっていうのもあって、やっぱこの本当に優しい、いやお前はダメなやつだみたいなことを言われ続けてきた人たちが集まってるガーディアンズ・オブ・ギャラクシーっていうね、でそのダメだって言われてた人たちを全部肯定していくっていうね、めちゃめちゃ優しいねシリーズの特徴だと思うんですけども、そういうのがね今作も、コスモを通じてあったなと思いました。だだロケットの過去ね、過去編がねめちゃくちゃきついっていうか結構踏み込みますね。まあ、実
験の様もえぐいし、実験を経てなった姿も結構えぐいですね。ナチの実験の感じに、そのイメージ、描写のイメージとして近いというか、はい、結構えげつないことをやってるね、敵でしたね、今回。全然エゴよりね、えぐいですね、考えてることと、この命の扱い方がめちゃめちゃえぐいっていう感じでしたね。今回はその違法な実験をしてるシーンをがっつり入れ込むんですよね。ほんと逃げないですね、そういう、なんだろう。よりまざまざと見せて、現実としてこういう問題あるよねっていうね、問題提起の見せ方としてめちゃめちゃうまいというか、ロケットたちにもう絶対に感情移入をね、せざるを得ないですね。本当に不憫で、かわいそう。かわいそうって言うとめちゃめちゃなんかそれで終わっちゃいそうな気がするんで嫌なんですけど、いろんなメタファーがあると思うんですけど、その戦争で片足なくなっちゃった人とかね、あとはその生まれつき障害がある人とか、まあそういう人のメタファーがあって、でそういう人でもまあ平等にね、それでも平等に生きる価値というか、生きる意味はあるし、生きる価値があるんだっていうのをどう見せるかっていう話になってて、そこがすごくうまいというか、まあ本当に正しいなと思いました。だし、そのなんだろうね、その今回のボスね、あのなんだっけ、ハイエボリューショナリーとかね、めちゃなんかちょっとムカつくね名前ですけど、やってることですね、本当にどうしようもないというか、やばすぎるっていうね。勝手に作って、勝手に苦しめて、勝手に殺すっていうね、この作ったものに対しての感情が何もないやつっていうね、すごい、これすごいわって感じでしたね。そいつが作ったものが命じゃなくても何の思い出もなく何の葛藤もなく捨てれるっていうのが普通にすげえなと思うんですけど、結構この最近のマーベル映画の中でも結構トップクラスに入るね、やばいやつがボスだったなと思いましたね。オルゴスコープですね。あそこに潜入していきますね。あの描写というか、あのオルゴスコープのあの形ね、もうトロマっぽくてよかったなと思いつつも、そのね、潜入するあの船外のシーンか、あのレーザーかなんかでジャーって穴開けてるところの待ってるシーンがね、あれこんな感じだっけなと思っちゃったんですよね。結構ギャグは毎回あったと思うんですけど、なんかこんなになんか長えなと思ったことあったかなと思って、今作結構そういうのがちょいちょいあって、ギャグのシーンね面白いんですけど、なんかくどいっていうか長く感じちゃいましたね、ちょっと。まあそれによってね、テンポがかなり悪いなという感じが随所にあって、どうだろうというねところが今作、ちょっともやっとしたポイントでありましたね。まあそういうのありつつも、オルゴスコープに行くあの宇宙服ね、あれもなんか2001年っぽいなと思ったり、監視カメラの目ね、あれがもう完全に時計仕掛けのオレンジになってたり、今作急にキューブリックオマージュがねちょいちょい出てくるっていうね、まあ SF の金字塔2001年宇宙の旅っていうのがありますから、そういうところで、オマージュにしたのかなと思ったりしつつも、なんか急に出てきたなという感じで、まあ面白かったと思います。オルゴスコープでの戦いもね、ここはね結構個性があって僕は好きでしたね。マンティスはこう操ってね戦って、ドラックスはねもうぶっ飛ばしまくってやるという感じでしたね。でね、ハイエボリューショナリーの星、なんだっけ、なんとかアースで地球そっくりのね星に向かっていくシーンなんですけど、あの船内でね流れてる曲、フレーミングリップスの、Do You Realize が流れて、マジでと思って、ドラムが聞こえてきた瞬間、マジかよっていうね、全然だって今まであった縛り全部無視してるからね、今作ね。それ面白いんですよ今回。でクリープも90年代だし、だから全然今まであったね、まあ、もう70年代のなんかファンク、レアグルーヴとかをもうそれ縛りでやってたシリーズがね、いきなりオルタナにまでもう手出してきちゃって、めちゃめちゃテンション上がりましたねここ。いやーたまんなかった。で、あのロケットのね、そうなんだろう、ロケットの脱走シーンもね、めちゃめちゃちょっと厳しいというか、厳しいっていうか見てて辛いんですけど、ロケットのなんか臨死体験みたいなねところ出てくるじゃないですか。あの死んでいった仲間たちがねこう出てきて、あの3人ね、どいつもね、ほんと守ってやりたいなと思うこのキャラクター造形になってて、ね、ちょっと本当に思い出すのきついんですよね。いや特にねティーフスがね僕は、まあ、好きっていうか、まあ、好きなんですけど、はい、いやーちょっとね、ちょっと
とあそこ思い出すのきついな。うん、ある種トラウマ映画でもありますよね。本当に本当動物好きな人ねとか見たらこれ結構本当にきついですよね。途中で帰ってもおかしくないぐらいのね、虐待のされ方しますからね。いや本当すごいとこまで踏み込みましたよ今作は。でまあロケット生き返ってよかったなという感じですね。でだ今回ね思ったんですけど、思ったってか本当にロケットがね、ロケットに焦点が当てられててめちゃめちゃいいんですよ。はい、ロケット好きだしいいんですけど、そのロケットのいつもの軽口をね見たいんですよね。やっぱロケットの深掘りに一作使っちゃったってところもちょっとまあ不満ではないんですけど、もっと見たかったなっていうポイントではありましたね。でクライマックスの別の地球がぶっ壊れて敵の船に乗ってるピータークイルとグルートねと地上にいるネビュラとドラックスマンティス、船に乗ってるガモーラ、この3つがあって、で途中で入れ替わるんですよね。でその後なんか合流してみたいな、結構散らかってんなと思っちゃいましたね。散らかってるってか、なんか結構いつもより複雑だなって感じで、しかもなんだっけ、ノーウェアもねこうぐわーっと来たりして、複雑さがねエンドゲームぐらい複雑っていうか、まあ登場人物多いからねっていうのを活かしてめちゃめちゃ複雑ですね今回のクライマックス。結構大変でした見るの僕。はい、なんだろうね、ここ場面が多すぎるせいで長く感じちゃったかもしれないですね僕は。そういうねクライマックスのところに檻の中でのね作られた子供たちとのやりとりがあったりして、これ何のシーンとか思ったりして、まあ全然ね後から生かされるんですけど、後から生かされるというか、まあ伏線のためのシーンになってるんですけど、こう見てる間はね、こうなんだこのシーンみたいな思ったりして、テンポあんま良くないんですよね。そこが何とも言えないなっていうところ。ただね全員揃って子供たちとかね助けるためにもう一回入ってくるシーンですね、あそこのワンカット、しかもビースティーボーイズが流れる、またこの前のマリオでも言いましたけど、またビースティーボーイズが流れる、なんだ流行ってんのか今ビースティーボーイズ。ここはむちゃくちゃ良かった。ここねこれを見るために、映画のねチケット代払ったと思ってもいいぐらい、素晴らしいワンカットのシーンでございましたね。曲もいい、まあ宇宙空間スペースオペラと、ヒップホップ、しかもナード系のビースティーボーイズっていうね、そのゴリゴリじゃない、ヒップホップ、ちょっと力抜けてるね、ちょっとふざけてるんですよビースティーボーイズって、っていうところもガーディアンズ・オブ・ギャラクシーと被る、そこも良かったなと思いますね。ハイ・エボリューショナリーをね倒しまして、あそこのね戦うシーンね良かったね。はい、ハイ・エボリューショナリーをね、倒すのにもうみんなでボコボコにしまくる。はい、ロケットが序盤で入ってた重力ブーツね、あそこも生きてきて重力ブーツでバーンって降りてからの逆転具合ね、たまんなかったですね。ハイ・エボリューショナリーがねもうここまで見てきて、もうほんとマジでどうしようもねえやつだったから、もう必要以上にボコボコにしますね。はい、あそこも良かったですね。ハイ・エボリューショナリーがね出てくる前にね、ロケットが動物をみんな見つけてみんな助けようとするっていうね流れになってきますけど、でみんな助けるっていうねところがこの作品の本当に優しいところ、このシリーズの優しさの部分ですね。本当に素晴らしい、動物もだし、そのちょっとねなんかちょっとぐちゃぐちゃっとなってる足も半分ないみたいなね、でも喋れるやつが出てきて、あどうぞーっつってね逃がしてあげたり、マンティスがね心通じてた敵が飼ってた動物というかモンスターね、あれももうこっちも仲間にして、もう怯えてるだけだからっつってね連れてくっていうね、アダム・ウォーロックね、戦ってたアダム・ウォーロックも助ける、敵も味方も障害を持ってる人も動物でさえもね命の価値はもう全部平等だと、だから全部助けんだよっていうね、本当に最後のクライマックスのところはね良かったなと思いますね。でピーターね、ピータークイーがねまたロケットが効くからっつって何プレイヤーを取りに戻ってね死にかけるっていうね、でそれをアダム・ウォーロックが助けるんですよね。アダム・ウォーロックはね敵が作ったほぼ完璧な種だというねところだ、相手が作ったものによって助けられるっていうね、ここもまた繋がってくるというか、ハイエボリューショナリーのせいでこの戦いが生まれてるんだけど、ハイエボリューショナリーがアダム・ウォーロックをね作んなかったらピーター・クイルは助かんなかったっていうね
この流れ、この縁ですよ。これが良かったなと思いますね。最後打ち上げでね、みんなバラバラになっちゃうっていうねところがあって、打ち上げのシーンがね本当にみんな楽しそうでね、これずっと見てたいなーっていう、ここをもっと満ちしてくんないかなーって本当にずっと思っちゃいました。本当もう1秒でも長くね終わんないでくれって、この作品終わんないでほしいなというね気持ちで終われたのは良かったなと思いますね。でポストクレジットね、今回のポストクレジット僕結構指折りで好きかもしれない。いや良かったっすね。あの新しいガーディアンズね、余裕そうな感じ。あとね、あの助けた子が言ってるブリトニー・スピアーズとコーンね、めちゃめちゃ愛まみえるというか、全然違うジャンルだけど確かに流行ってた時期同じなんだよなとか思ったりしながらね、あそこのみんなの好きなね、バンドの話もなんかいいなと思って、完全に地球じゃない空間の場所で、でなんか戦闘スーツというかハイテクなスーツを着てるのに、めちゃめちゃ現代のね、まあちょっと昔の地球の流行った音楽の話してるっていうのがまたミスマッチで面白いところかなと思いましたね。でめちゃめちゃでかくなってるグルートね、はい。その後のポストクレジットもね、コーンフレークを食ってる音で終わるマーベル映画初めてだったなと思いましたね。あそこは面白かったですね、はい。まあ、総じてね不満な点もありつつも、まあ楽しめた作品だなと思いましたね。後半というか最後の方のねワンカットのシーン以降はね本当に面白かったし、もうずっと見てたいなと思わせてくれたんで全然良かったなと思います。次回はねどうしようかな、全然、来週は全然考えてないですね、まだどうしようかなという感じです、はい。よければコメント、高評価、チャンネル登録お願いいたします。それじゃあまたお願いします。